おやかねです。今日はね、マスカラとアイシャドウを塗ってるから顔がいつもより濃いってのもあるんですけど、ちょっと機材トラブルでなんか設定をリセットしてし直したらなんかすごい小麦肌みたいな色になっちゃったんですけど、ちょっとどうやって元に戻したらいいか分かんないのでこのまま参りたいと思います。はい、で今日はサムネにも書いた通りバッグの中身を紹介していきます。でバッグの中身結構久しぶりになると思うんですけど、最近アップグレードをしまして、まあ、アップグレードしたっていうか中身が増えて、今までは何も持って歩かないタイプだったんですけど、まあね、今こうやっぱ出先で持っといた方がいいものとかあるといいなっていうものがちょっとずつ増えて、多分今までの中で一番荷物が増えてるんじゃないかなって思うんですけど、今日はやっぱり持って歩くものだから最近気に入ってるものだったり持って歩きたくなるほど優秀なものだったりを紹介していきます。まずはバッグです。バッグはこちら、はい、トートバッグでございます。でよいしょ、これ買い物バッグだったんですけど、何せトートバッグが楽だなっていうことで買い物バッグからデイリーバッグに昇格しました。いっぱい入るし結構丈夫だし、なんか乱暴に扱っても大丈夫だしっていうことで、もっぱら最近はこのバッグを使っております。でこのバッグはマーファーで買いました。ダウントゥーアースの旅本の撮影をしたマーファーで買ったんですけど、マーファーにあるスーパーマーケットのオリジナルグッズです。すごいね、可愛いバッグで気に入ってるんですけど、なんか意外とシンプルなんだけど、このベースの色とかこの文字のカラーコンビネーションとかやっぱすごいおしゃれにできてるなということでヘビロテ中です。で中にねポッケとかも全然ない、ただの本当にシンプルなトートバッグなんですけど、外にねこうやって出ていく時の荷物が増えたからちょっとバッグのサイズがアップしたっていうのもあるんですけど、外出先で買い物したいなと思ったらここにこのまま野菜入れたりパン入れたりなんだりできるのですごく楽で、本当に楽重視で今これを使っております。じゃあ早速中身の方に移っていきたいと思います。まずはこちら、もうバッグの中身紹介でおなじみの、iPad でございます。私は iPad Pro を使ってます。でこのケースはキーボードがついてるタイプで、出先とかで書き物したりとか、あとはペンも買ったので YouTube のサムネとかちょっとしたなんか画像とか素材とかはこの iPad で自分で制作しています。で今 iPad のキーボードは新しいやつが出て、なんかそっちすごいらしいんですけど、私は今のところ必要性を感じてなくてこのまま同じやつを使い続けてます。次は iPhone です。 iPhone は未だに10を使っております。若干携帯変えるのめんどくさいな気分になってからずっとこれを使ったまま長いのですが、不便がないのでこのまま行って参りたいと思います。カメラはね職業柄いいやつにしたいんですけど、ちょっとめんどくさいんですよね。はい、ケースはですねよく聞かれるんですけど使わない派なので裸でこのまま持ってます。で待ち受けもねよく聞かれるんだけど、待ち受けはこの本当に iPhone に最初から入ってるやつをそのまま使っていて、でパソコンも iPad も既存のそのまま入ってるやつを使っております。変えないですね、自分の個人的な好きな写真とかには。でも変えたらもっと愛着が湧いていいのかなと思うので、近々変えてみたいと思います。次がこちらイヤホンです。 Google Pixel の Pixel Buds というイヤホンを使ってます。これこんな感じなんですけど、私ずっとこれを使ってて世界でも話題になったイヤホンなんですが、同時通訳をしてくれるイヤホンということですごい人気になってたんですけど、私はね結構このフィット感がすごく好きで気に入っています。この本体の形も耳の中に入る部分もすごくねなんか心地のいいタイプのもので、私はそこが一番気に入ってるんですけど、結構いろんな機能がある優秀くんで、OK Google もこのイヤホンでできたりとか、あとはねデバイスを探すって言ってこのイヤホンがどっか行っちゃった時とかもデバイスを見つけてくれる機能とかがついていて結構ハイテクなイヤホンです。充電も長く持つし、なんかこのコロンとしたデザインもすごく好きだし、このマットの感じも気に入ってるので私はピクセルバッツを使っております。で同じくガジェットでフィルムカメラです。
今はね、このフィルムカメラを私は使ってまして、これが去年のね、誕生日プレゼントにいただきましたヤシカの T4 で、このカメラが私はずっと欲しかったので、すごく嬉しかったんですけど、このカメラはライアン・マッキンレイが初期に使っていたカメラでして、すごくね、可愛い写真が撮れるんですよ。このレンズが可愛くて。で、結構、被写体の近くになってもピントが合うので、人物とかも撮りやすいから、すごく、本当に素敵なカメラなんです。とっても気に入ってます。結構オタクなんですけど、このね、シャッターの、この開き方、これがすごい好きなの。この斜めに開いてくれるっていうところがすごい気に入っていて、他にもここのね、上の部分にもレンズがあって、こういう風にレンズを覗いて撮影することもできます。フィルムカメラのことはよく聞かれるんですけど、私今6、7個ぐらい持っていて、でなんかどういう風に選んでるんですかとか聞かれるんですけど、まずは私はオートフォーカスが好きです。やっぱりオートフォーカスが楽だし、なんかパッて撮りたい時にカチャッと撮れるところがすごくいいので、やっぱオートフォーカスがいいかな。であとはシャッターじゃなくてフラッシュが自分でつけたり切ったりできるものがやっぱり私はいいかなと思ってて、ちょっと暗くてもフラッシュ焚きたくない時とか、明るくてもフラッシュ焚きたい時とかがあるんですけど、そういう調整ができない時はこういう風に自分で指でフラッシュのところを隠して撮ったりとかしてるので、そういうややこしさがないから、やっぱりこれもそうなんですけど、フラッシュは自分でコントロールできるものが好きです。あとはやっぱビジュアルってそんなに重要視されてないのかもしれないけど、やっぱり自分が使ってて可愛いなとか上がるなとか思うものの方がやっぱり手に取りやすいと思うので、そのビジュアルも結構大事なんじゃないかなと思います。でフィルムカメラはオートのものだと結構大きいボリュームがあるものがあるんですけど、やっぱ大きいと思って歩かなくなっちゃうので、割とコンパクトなタイプのものの方が私はいいんじゃないかなと思ってます。続きましてがこちらお財布です。でこれはシャネルのコインケースです。でずっとお財布はコンパクト派で、長い間カードケースを使ってたんですけど、現金もあまり持ち歩かないし、本当にクレジットカードと身分証明書と本当ちょっとだけ現金みたいな感じだったんですけど、小銭が家にどんどんこう溜まっていってしまって、次のお財布は小銭が入るスペースがあるものがいいなということで、このタイプを選びました。でこんな感じでコンパクトなんですけど、割と中身しっかり入るし、あと外にこういう風にポッケがあるので、一番自分が使うメインのカードをここに入れておくと、このジップを開けなくても支払いがスムーズにできるので気に入ってます。私はこの色がすごい気に入っているんですけど、このタイプのこのデザインのやつ、色がすごい種類がいっぱいあるので、気になる人はぜひ他の色もチェックしてみてください。続きましてがこちら、ダローン、これこんなに小さいのですが、タンブラーでございます。折りたたみ式のタンブラーで、このチャンネル長い間見てくれてる人は知ってると思うんですけど、私キントのタンブラーを持っていまして、ちょっと白っぽいベージュっぽいやつ、あれも今もすごい活躍してくれてて、今日は絶対コーヒー飲むぞっていう日とか、あとこれからコーヒー買いに行くっていう時はあれを持って歩いてます。で保温性がやっぱりすごく高くて、温かい飲み物も冷たい飲み物も、保温性っていうかその飲み物の温度を保ってくれる機能があるので、長い間そのままの状態で楽しめるからすごい気に入ってるんだけど、なんかそうじゃない時、あれを持ってない時にそれでも飲み物買いたいなってなったら、テイクアウトカップか、しょうがないけどっていうちょっと抵抗があったんですけど、これだったら小さいバッグでも大きいバッグでも全然ストレスなく持ち運びできるので、すごい気に入ってます。でこちら、このバンドを外しまして、これが蓋なんだけど、これ結構しっかり止まってくれてるんだけど、これをよっ外すと、ここが硬い素材でできてて、こっちはシリコンでできてます。それをこうやって押してあげると、こんな感じで大きくなってカップになってくれて、で、これ蓋して、こういう風に飲めるんですけど、まあ、サイズとしては、まあ、スタバのショートサイズぐらいでそんなに大きくないんだけど、まあ、あれだけ小さくなることを考えれば全然いいかなって思います。で、これすごいのが、これシリコンで、できてるから、やっぱ熱々の飲み物入れるとちょっと熱っ、こう持ってるとこが熱いなってなるんだけど、このバンドをですね、こちらにつけてあげると、これがスリーブ代わりになって熱くないっていう、すごい優秀な作りをしているんですよ。でしかもこのバンドちゃんが優秀で、このね、この緑のところ、こっちがね
蓋になっていまして、これをここにピトッとつけられるんですよ。でまあこうやって使うことはあんまりないと思うんだけど、こういう持ち運びのタンブラーってさ、出先で飲んで洗ってバッグに入れるじゃないですか。でよいしょ、そうするとこう閉じてこう蓋をしてさ、で中身がまだ乾いてないとここから水が出てくるのとかが気になると思うんだけど、これだったらこの蓋をこの蓋にパチッと止めてバンドしてあげたら水が出てこないの。これすごい良くないですか？私このすごいもうなんか止めるだけかなと思ったこのバンドちゃんがいろんな役割を果たしてくれてすごい感動したんですけど、海外のブランドでこれ19ユーロぐらいだったんじゃないかなと思うんだけど、アマゾンとかでもね売ってるの、アマゾンとかでも売ってるんだけど、だけどねすごい値段してたので、多分ちゃんとここのウェブサイトで買った方が安いと思う。でまとめて買うと送料が無料になったりとかするから、友達とかと一緒に頼むのもありかなと思います。次がこちら、除菌スプレーです。これも前紹介したことあるんだけど、アルコールが入ってない除菌スプレーで、あのホタテの貝殻の焼成成分で除菌ができるようになっております。なんでアルコールにアレルギーがある人とか敏感肌の人とか赤ちゃんがいる人とかにすごいおすすめの除菌スプレーです。 99.99% 除菌してくれるってことなんだけど、きちんとコロナウイルスにも効果があるっていうことが証明最近されまして、そういう意味でも安心だし、あとねこのミッソがすごいね割と大きく出てくれるんですよ。だから手消毒するのはもちろんいいんですけど、例えばちょっと出先で消毒したい箇所とかもミストタイプだったらすごい楽だし、ジェルだとさ手を消毒するのはいいんだけど他のものを消毒しづらいじゃないですか。であのワイプとか持って歩くのもいいんだけど、でもこれ1個で済むんだったらこれ1個が楽かなということで、私はこれをすごい気に入ってます。続きましてがこちらです。ポーチでございます。でこれはあのディプティックで買い物した時にもらえるなんか巾着袋を私はポーチ代わりにしていて、こう巾着タイプなのでここはバッて開くしギュッと閉まるし、なんかすごい使いやすくて私はしばらくこれを使っております。でこの中身はと言いますと、まずはこちらハンドクリームです。アスレテリアだったよね。アスレテリアのハンドクリームで、これすごいちっちゃいパッケージングなので持ち運びしやすいし、ナチュラルな成分でできてて、ミネラルオイルとかも使われていないし、香りもナチュラルなものでつけられているのですごく気に入ってます。テクスチャーはというと結構しっかり保湿はしてくれるんだけど、こう塗った後はサラサラしててベタベタしないので、特に出先だとさハンドクリームってかベタベタしてるとなんかいろんなとこ触るのも嫌だし、携帯とか触ってても気持ち悪いと思うんだけど、これはあのサラサラした仕上がりなのでそういう意味でもすごくいいです。で香りなんですけど、ハンドクリームって個人的にすごい強い香りがするものがちょっとだけ苦手で、なんか食事する時とかこう香りがっていうのがあるんですけど、これは華やかな香りがしてくれるんだけど、そこまでなんかぐんと前に出てこないちょっと控えめな感じの香りなので、そこも気に入ってます。次が目薬です。いきなり渋い目薬を出してみましたが、こちら、ロート G プロでございます。で私やっぱりパソコンで動画の編集したりとか iPad で作業したりとか携帯で仕事することも多くて、やっぱ目がすごい疲れるんですよ。でなんか普通の目薬をしてもなんかこう疲れが取れないというか、なんかもっとこうギュンと来てくれる目薬が欲しいなと思って探しててこの人に出会いました。これはもう目をねギュッともうひんやりさせてくれてすごいリフレッシュ感が強いので、なんか目がすごい疲れてて結構キリッとした目薬探してるっていう人にはすごくおすすめです。続きましてこちら、じゃん、オールグッドのマルチバームです。はい、このバームすごい好きなの。もう大好き。まず香りが本当に良くて、本当に癒される香りなんですよ。あのパロサントとカレンデュラの匂いをこう混ぜたような優しい香りがするんですけど、すごいねなんか
気持ち落ち着かせてくれるので、ちょっとこうお守りコスメみたいな感じの位置づけにして私は持って歩いてます。でマルチバームなので、私はリップに使ってるんですけど、まあ指先の乾燥とか、あとはちょっとこう乾燥してるとこに塗ったりとか、あと髪の毛ね、ちょっと気になる時に使ってもいいし、すごい万能なタイプです。テクスチャーは割と柔らかめで軽めで、サラサラと伸びてくれるので使い勝手もいいし、カレンデュラが入ってるので、ちょっとしたこう傷跡に塗ったりとか、夏だったら日焼けしてちょっとほてった肌に塗ってあげるのもすごくいいし、本当コスパもいいので、友達にこう配って歩きたくなるぐらい大好きなアイテムです。続きましてがこちら、これからの季節大活躍してくれますソフトピアのマイソルベーションです。でこのプロダクトはヌルマスクって言われてすっごい人気になった商品なので、名前聞いたことある人も多いと思うんですけど、あのパッケージも中身もリニューアルしてこんな風になりました。で見た目はね、まあご覧の通り全然違うのでわかるかと思うんですけど、中身何変わったのっていうと、保湿力が高くなったのと、あとプロダクトの持ちが長くなって、あと香りがついてるんですけど、香りがねもっと長い間続くようになりました。なんでヌルマスクと呼ばれているかというと、これね香りがすごいスーッとする香りがするんですよ。でボディバターなんだけど、ちょっとこの鼻の周りとかに塗ってあげると、このスーッとした匂いによって、まあ、これからの季節花粉症とかで起きる鼻詰まりとか鼻のぐずつきとかの症状を和らげてくれるっていうことで、本当花粉症の方々に大人気だったアイテムなんですけど、今だとこれやっぱマスクの生活になっていて、なんかこうちょっと息苦しいなとか、なんかリフレッシュしたいなっていう時はこれ塗ってあげて、ちょっとマスクの中リフレッシュしたりとか、あとユーカリとかペパーミントとかティーツリーとかが入ってるので、殺菌効果がちょっと強いものがたくさん入ってるということで、そういう意味でも今すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。これさっきのマルチバーム同様マルチなやつで、あの保湿クリームなのでリップにも使えるし、結構こっくりとした保湿力の高いクリームです。でちなみにこちらはあの私リップの代わりに主に使ってるんですけど、あとは香りが好きなのでちょっとこの辺塗ったりとかしてリフレッシュに使ってるんですけど、まあこっちとこっちちょっとまあ使い勝手が似てるということで、まあ使い分けるっていうか、どっちか選ぶっていうことであれば、こっちはすごい柔らかくてもっとカジュアルな感じのテクスチャーというか役割で、こっちはもっとこっくりして保湿力はこっちの方が高いし、でもスッキリとキリッとした感じなので、こっちはなんか柔らかく寄り添ってくれる感じで、こっちはこう頼りになるなっていう感じのタイプなので、お好みでどっちか選ぶのもいいかなと思います。続きましてがこちらリップです。ボビーブラウンのリップティントなんですけど、今やっぱずっとマスクしているからあんまりがっつりリップ塗るっていう気分では私はなくって、なんかカラーリップぐらいがちょうどいいなと思ってるんですけど、これはねこんな感じの色をしていて、見た目結構派手なんですけど、塗ってみるとね透け感が結構あるので、こんな感じでねこう柔らかくこう発色してくれます。ちょっとこれ伝えたいか、ちょっともうちょっと塗るね。こんな感じです。こうちょっと透け感のある血色感みたいなのを出してくれて、ナチュラルなんだけどちゃんと発色してくれます。でテクスチャーは柔らかくてこうスルスル伸びがよくて、あのつけ心地もいいし、前にディオールのやつを紹介してたと思うんですけど、あれよりももうちょっとねうるうる感が強い感じで、みずみずしい感じです。でこっちもね、これ今日この色なんだけど、他にもいっぱい種類があるので、自分の好みの色見つかるんじゃないかなと思います。という感じでバッグの中身以上となります。今回は過去最大の量だったんじゃないかなって思ってるんですけど、まあこの季節だからこそ使いたいものとか役立つものとかがたくさん入ってたんじゃないかなと思うので、皆様の参考に少しでもなってたら嬉しいです。それでは次のビデオまで。